ジョン・ペンは、現在のアメリカ合衆国ノースカロライナの代表として、アメリカ独立宣言と連合規約に署名した者の,の一人で、ある。ペンは、ペンシルベニアの創設者、ウィリアム・ペンの遠い親戚である。ペンは、バージニア、キャロライン郡にあるポートロイヤル近くで、モーゼス・ペンとキャサリン・テイラー夫妻の息子として生まれ、家庭内で教育を受けたので、公式の教育は、 ほんの数年間受けただけだった。18歳の時に父親が死に親戚のエドモンド・ペンドルトンと共に法律を独学した。1762年にバージニアで弁護士となり、1774年にノースカロライナ、グランビル軍のウィリアムズ・ボロに転居し、ここでも法律実務を行った。1863年7月28日、スザンナ・ラインと結婚した。 夫妻には三人の子供が生まれた。長男のウィリアムは結婚しなかった。長女のルーシーは、エドモンド・ペンドルトンから法律の鍛錬を受けた父のいない経営類である、カロラインのジョン・テイラーと結婚した。ペンは、ノースカロライナ植民地議会議員に選ばれ、この議会によって1775年から1780年まで、大陸会議代表に選ばれ、この時に、 アメリカ独立宣言に署名した。また1780年まで戦争委員会で務め、その後引退して法律実務に戻った。1777年、連合規約に署名したノースカロライナの者の,の一人となった。1784年にはノースカロライナの朝税理となった。1788年に死んだ時、グランビル軍のアイランドクリーク近くの辞書に、 葬られたが、後の1894年に、大議員仲間であったウィリアム・フーパーと共に、ギルフォード・コートハウス国立軍事公園に移送された。アメリカ海軍の艦船アセス、ジョンペンは彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。